短冊の客、片山ひろこ。大正のいつ頃であったか、大森新井宿で私はサラリーマンの家の平和な生活をしていた時分、ある日奇妙なおじいさんが訪ねてきた。どんなふうに奇妙なのか、ただ取り次ぎに出た少女が奇妙なおじいさんと言った。おじいさんは名も言わず、ただ一枚の短冊を出して、これを奥さんにお目にかけてください。用向きもそこに書いてありますと言ったと彼女が取り次いだ。その短冊にはよく枯れた字で書いてあった。尋ね寄る木の下影やホトトギス、泣く人声を聞かま欲しさに。私がそのホトトギスのわけで、新井宿の家はシイやケヤキの大木がずっと垣根を取り巻いていたから、つまり木の下影であった。座敷に通すとおじいさんは丁寧に名乗った。自分は師匠はございませんが、若い時から和歌の修行をして歩いております、何のや何がしというもので、奥さんが和歌をなさるということを風の便りに伺いまして、お懐かしさのあまり、ぶしつけを顧みず伺った次第で、お目にかかれてありがとうございますと言ってお辞儀をした。彼は年頃60かもう少し上かもしれなかった。古い着物ながら身ぎれいにして、大きな合裁袋をそばに置いて座った。タバコも花紙も手ぬぐいも矢立ても鉛筆も、薄い紙の短冊を三四枚重ねて三つ折りに畳んだものや、古い歌の本、その他一切合切入れてあるらしかった。話しながら時々その袋の中から何かしら取り出していた。昔武者修行が諸国を旅して回り、ある土地の道場に試合を申し入れて、その後そこの家に泊まったりしていたことは古い物語で読んでいるが、おじいさんは試合に来たのではなく、ただ有り余る華道の知識をその道の若い人に聞かせたい気持ちらしく、少しも高ぶることなく愉快に話してくれた。しりとり川柳というようなものがこの頃ラジオのとんち教室で毎週放送されているが、おじいさんはしりとり歌がとても上手で、しりとり歌を31首くらい並べて、その1首ごとの初めの1字を横に並べて読むと、これがまたみそ一文字の見事な歌になったりして、実に驚嘆すべき腕前なので、私はすっかり兜を脱いでしまった。一首のおしまいに「運」の字がついたらお困りになりましょうと聞いたら、いや、和歌には「運」の字は用いませんですな、運の字の代わりに「無」の字を用いますから少しも困りませんと言った。なるほど。私だって作家の時に「運」でなく「無」を書くくらいのことはよく知っていたのに、なぜそんな間抜けなことを聞いたものか、うっかり者がすっかり恐縮した。その時はお茶とお菓子ぐらいで別れたが、その後おじいさんは時々現れてよく話していった。そういう時何か食事代わりの温かいものを出し、おじいさんに役に立ちそうな小さな贈り物をした。お小遣いをあげたら一番役に立つのだかと思っても、それをあげてよいものかどうかわからないから、お金はあげないで、何かおじいさんの喜んで食べてくれそうなものを出した。池上のお山の向こうにばあさんと2人で暮らしていますと言っても、その家は教えなかった。三月か四月に一度ぐらいきっと訪ねてきた。おじいさんがしばらく見えないことがあった。はてな、おじいさん病気かしらと思っていると、半年ぐらい経ってまた見えた。どうなさいました、しばらくお見えになりませんで、お噂していましたと言ったら、やっぱり病気していたということだった。その時が最後で、おじいさんはもう来なかった。多分立てない病気になったか、それとも亡くなってしまったのか、私は折々彼のことを考えた。はがきのやりとりをするというほどの現代風も、
おじいさんと私の交際にはないことだった。私はこの話を今書きながらもおじいさんの霊に呼びかけている。しばらくご無沙汰をしました。おじいさん、今どこにいらっしゃいます？のどかなにぎやかな大正時代を遠く通り過ぎて、昭和19年6月、疎開のつもりで私は井の頭線浜田山に移ってきたのだが、その引っ越しの後片付けがまだ終わらないある日、珍しい短冊の客に接した。名ばかりの小さな玄関に誰か人声がしたので出てみると、それは40前後の男の人で、着古したセルの一重に昔風なちりめんのへこびをしていた。この時分に国防職の服装をしない男性はほとんど一人もいなかったから、この人の和服にちりめんのへこびはちょっと奇妙に見えたのである。彼はぴょいとお辞儀をして古びた短冊を出した。字を書いてある短冊が歌であるということも、その瞬間私には考えつかなかったほど、この国全体も私も戦争の空気に取り巻かれていた。しかしとにかく私は随分ぼんやり者である。その短冊を手に取ろうともしないでびっくりした顔で、あの、何でございましょう、と聞いた。その人は驚いた顔をして私を見つめて、チェッと舌打ちして短冊を邪険に引っ込めて、ぐるりと背中を私に向けて、怒りきった足取りで門を出て行った。その時である。私は何かしら長いこと嗅ぎ慣れたような大衆を嗅いだ。大衆といってもその人の生活様式から生まれる精神的の匂いで、肉体の大衆ではない。彼の匂いは、その後ろ姿だけが文字ある人の匂いをさせていた。私ははっとして、あの人は私に面会を求めてきたのだと初めて気がついたが、もうその時声をかける時間を過ぎてしまったので、黙って手をこすりながら彼の後ろ姿を見送って、ずいぶん私はぼやけていると自分に呆れていた。彼は浜田山かこの武蔵野のどこかに寂しく暮らしている歌読みか、あるいは歌の先生かもしれないのだ。そして新しくこの田舎に越してきた一人の歌読みに面会を求めて、女性に敬意を表するため古風な短冊を出したものと思われる。彼も怒り以上にひどい幻滅を感じたことであろう。黒い羽織でも着たご隠居さんらしい女歌人に会う代わりに、かすりのもんぺを履いた髪をもじゃもじゃさせたおばさんに会ったのだ。そのおばさんは働いて疲れ切っているから古い短冊を売りに来たとでも思い違いをしたのだろう。バカ、豚に真珠だ、と彼は怒り切って帰って行ったと思われる。それにしても彼の短冊にはどんな歌が書いてあったか、それを読まなかったことは怠慢であり、実に失礼であった。私はどこにともなくお詫びを言いたい。しかしながら、その日ばかりでなく、今日でも私に短冊をくださることは、慌ただしい私の心に短冊をくださることは、確かに豚に真珠である。